今回紹介する作品は背景ジョン・レノンです。この作品は作詞作曲倉持陽一、1996年にリリースされた真心ブラザーズの14枚目のシングルです。この曲を初めて聴いたのはライブの時でした。チャットモンチーと真心ブラザーズの対バンでアンコールに演奏したんですが、チャットモンチーのメンバーと真心ブラザーズの2人っていう編成で、まあ、コラボみたいな形で演奏してる時に初めて聴きました。あんまりその日まで真心ブラザーズをちゃんと聴いたことはなかったんですけど、衝撃を受けましたね。この曲はとにかくかっこいいなっていうのが印象でした。またチャットモッチーの橋本恵理子さんの声も結構合うので、そこもまた良さを増してる気がしましたね。でこの背景ジョン・レノンという曲なんですが、倉持さんのジョン・レノンへの愛情をすごく感じる歌詞ですね。歌い方もきっとそうなんですよ。独特のなんか音程が決まってる感じでもリズムが決まってる感じでもない独特の歌い方なんですけど、それがとってもハマってる名曲ですね。特に好きだからこそちょっと同じ音楽をやってる人間としてひねくれた愛情だったりする部分が人間らしくて僕は好きですね。今聴く気がしないとか言ってた 3,4 年前ビートルズを聴かないことで何か新しいものを探そうとしたっていう歌詞があるんですけど、僕も曲を作る上でなんとなくそういう感覚ってこう分かるんですよ。好きだからこそなんかそれを聴きすぎちゃったりするとなんか同じものしかできなかったりとかするから、ちょっと一回離れることでなんか別のものはないか、でもやっぱりそこに戻ってきちゃうみたいなところがとっても好きだからこそっていう、憧れだからこそっていうのでわかるんですよね。なんかちょっと口が悪いような歌詞もいっぱいあるんですけど、それも全部ああこれはジョン・レノンに対する愛情なんだなっていうふうに思う曲です。 CD でももちろんいいんですけど、やっぱりこの曲ライブだとめちゃめちゃかっこよさが2倍3倍になるので、ぜひ一度真心ブラザーズのライブに行って聴いてみてください。